日本岡山県倉敷市玉島黒崎黒崎は岡山県倉敷市玉島地域にある地区である。地区南部にあるサミ海岸が知られる。かつての浅口郡黒崎町及び黒崎村に相当する。現在、同市玉島黒崎、玉島黒崎新町からなる。この記事では、倉敷市の一部となる前の自治体時代の黒崎村、黒崎町についても述べる。なお、 倉敷市内の他地域にも黒崎という大技があるが、それについては中小のページを参照のこと。倉敷市の再生南端に位置する丘陵と海浜地からなる地区である。南浦、岩谷、三、小原、岩屋、山盛、三県屋、西本浜、本村の各地からなる。かなり古くから人が住み着いていたようで、山森集落には、 縄文時代の貝塚が発見されている。江戸時代は黒崎村として江戸幕府領であり倉敷市配所の管轄下にあった。明治になっても黒崎村として存続。昭和26年には調整を施行し、黒崎町となった。同29年に玉島市に編入を経て、同42年に新しい倉敷市となり、現在に至っている。元々は、 キビの穴海の西部にあたる亀の海や玉の裏などと、呼ばれた海域に、畜西部、南部、北部が面していたが、江戸時代の干拓により、南部のみが海に面する状態となった。海浜地である南部のサミ集落にある、サミ海岸には大規模な海水浴場があり、毎日、大勢の海水浴客で賑わう。なお、このサミ海岸は、日本最初の海水浴場が開かれた場所でもある。 西部を丘陵地となっており、東部は南北に長い平地となっている。丘陵の屋地や平地部に集落が集中している。周辺市道沿いに家屋が存在している以外は、大半が平坦で低質な農地である。産業では、終戦後までは、丘陵部を中心に、キャンベルやデラウェアなどのドウ栽培が盛んであった。同様に、旗箱や女中菊も多く栽培された。近年では、 ブドウは栽培種がマスカット中心に移行、旗箱、除虫菊はスタで代わりに桃や伝承菊の栽培が見られる。また、東南部の平地の一部は倉敷市西部の純工業地域ともなっている。近年、人口の増加により、市外化のスプロール化が懸念されるため、公共施設の整備により、住環境の改善を目的とする土地区画整理事業が計画されている。 サミ海浜地域であるため、海岸に沿うように町並みが存在する。古くから漁業も発達している。サミや南浦には漁港があり、黒崎漁協では、もがい、マエビ、ノリなどの養殖漁業も行われている。また、魚介類を使用したかまぼこちくわに代表される水産化工業も見られる。広輩地の丘陵地は、 古くから、ブドウや女中菊などの産地である。他に代表的な産業としてハエドリリボンの製造があり、全国でトップクラスの産地である。また前述の通り、サミ海岸、海水浴場があることで知られる。サミ海岸は東西に分かれており、東西の間にサミ漁港がある。同海水浴場は日本初の海水浴場とも言われ、1880年に、 当地の医師であった吉田近幸が綺麗な砂浜を利用した保養施設を考案し、海浜院を開設したのがサミ海岸の始まりである。同海岸は大正時代になるとイデカルクの小説、新しい名前で一躍有名となった。南浦、南浦と岩谷の二つの地区があるが、両方を合わせて南浦とも呼ばれる。上記、サミの西部にあり、 玉島の最南生端である。西は、浅口市寄島に接し、黒崎内陸部サミから東地を通過し、寄島へ通じる、海岸戦争いの県道が走る。南浦、岩谷とも南は、瀬戸内海、三方は山に囲まれており、さらに海は浅瀬であるため漁業に不向きで、また地形状高地も少ない。そのため農業や漁業に依存して、生計を立てる家は少ない。 その代わりに古くから、酒造や醤油、酢などの醸造業が盛んであった。特に酒造業は、備中当時の系府となる黒崎当時として、名を馳せ、さぬきなどの四国といった遠方でも活躍した。現在は作り酒屋の数は減少したが、今も醤油や酢の醸造所を含め10件程度が存在している。平成24年9月末現在、 黒崎を含む玉島地域は、倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは、倉敷市の他地域に加え、筑母郡早島城及び岡山市南区の一部と共通となる。全域が玉島郵便局の集配担当区域にあたる。ありがとうございます。